声をかけて一日がスタートです。じゃあ一旦モーニングルーティーン撮っていきますか。インサイさんですが、撮っていきましょう。撮っていきましょう。はい、おはようございます。朝は水で洗うとき、この美容オイルをまず塗って、で、ちょっと待って、さえずりが気持ちいい、ね、なんかこのパンケーキが美味しいんだって。へえ。これにエシデではない。エシデではない。けど美容。
でもさ、あんなカルフールみたいな普通のさスーパーでもさ、だってビワのもの、ほとんどビワのもの置いてあるじゃん。Google のやつか。うん。Google 翻訳すごいよ。これやったらさ、このカメラでできるじゃん。これめっちゃ楽だよね。うん、たまに変だけど。大きなボウルにパンケーキ用の袋の中身を注ぎ、125。あ。すでに。じゃあ私このお菓子作りのこういう粉に途中の匂いする。嗅がして。これ多分色好きじゃない。好き。好き。なんかさ、ちっちゃい頃さ、あのお菓子作りしてる時さ、こうやってあのここについてるこうやってよくつまみ食いしてた。食べたことある。なんかはなったことないけど。ないや。軽量カップはブロッコリーケースです。軽量カップ変わらないとね。まあいいじゃない、それで。まあいいか。これで250だから、これ1個で250だと、50ってどれぐらいだと思う？5分の1だ。あ、ここだけ飯っぽくなっちゃった。喉の栓が開かなくなってる。ありがとうございます。水分が多いからそうなのかな。カメラに向かって今の現状を報告してみた。これが曲がってるせいでパンケーキがうまくできません。だから買って。買ったけど、それぐらいなら買えそう。同僚がくれました。あ、マジ？え？いちご。いちごではない。いちご以外なの？見てみ。
消しそう。うん。うん、消そう。全部なんか見た目違うね。説明しよう。バナナはいつも凍らせてます。バナナは2本か。バナナ買わないとね、なくなっちゃう。豆乳全然ないの。ピー入れなくね。まあまあちょっとカットです。まあ豆乳が少ない。750g で入れてんだけど。はい。これも毎朝。これは絶対に飲んでるね。さあ、飲みますか。食べよっか。ありがとう。美味しいかな。お腹空いた。さあ、じゃあいただきます。そのまま行くか。うん。で、ピクニックして帰ってきて3回かな。うん。じゃあとりあえずカメラに向かって今日の意気込みだけ言ってもらって一旦切ろう。今日はピキンピン。さっきからのピキニック行く。英語勉強し始めてちょっと発音が良くなったの。発音良くなった。今日はピクニックを楽しみます。おお、いい意気込みですね。はい、この後はこの後は初めて振られた。この後何すんの？え、ピクニック。ピクニックの前になんかあるやろ。もうピクニックしか頭にないやん。ピクニックかな。とりあえずもうね、もうこの後もう全部すっぽかしてピクニック行こう。この後化粧して髪の毛と服着替えて、で買い物に行ってからピクニックに行こう。そうしよう。じゃないとね、何もないもんね。せやな。コーヒーだけ持ってく？あ、あり。コーヒー作ってくれてるんですか。はい。美味しそうなコーヒーの匂いがします。今日はピクニックに行って。晴れてきた。晴れてきたな、めっちゃ。アクセサリー上がレッカーリングで、下は今は販売、全然販売してないやつ、自分で作ったやつ、うん、とポールリングとセンドリング。ちょっとカメラに向かうっていう。ん？
ピアスは小石リン、小石ピアスと、あとは毎日つけてるイヤーカフ。今日服装がカジュアルだから、アクセサリーもさりげないものにします。私が一番お気に入りだったプチカールをなくしてしまったから、最近の毎日つけてるアイテムはこの組み合わせです。あれできたな、いっか、そう、そう、初めてやってくれました。しれっと初めてやってくれました。熱いから気をつけて。これでしょ。乾杯。休日のモーニングルーティーンはこんな感じです。で、平日は朝起きて、とりあえずバナナジュースを作ってご飯を食べたら、ひろしは在宅もしくは出社して、私は部屋の掃除とか、化粧とか服とか着替えて、その後英語の勉強をするか、ジムに行くか、なんかいろいろ出てます。今日は今から晴れてきたのでピクニックに行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました。